はい、ということで、すいません、ちょっとひげ剃ってないんで、ちょっとマスクでちょっと騙させてもらってるんですけど、ですね、今日はですね、もうそろそろ NBA も開幕ということで、はい、もうすぐですか、もう一週間切ってんのかな、はい、そんな NBA 開幕なんですけど、皆さんね、ロッカービジョンって、ご存知ですか？NBA の、てか、まずその前に、NBA って、シーズン始まって、それもすべての試合、もうユニフォームが、全部決まってるって知ってました？私、知りませんでした。にわか、シャシャンな。ってね、ちょっと思われたらね、お恥ずかしいんですけど、そうなんですよ。まあ、知らないものは知らないって、正直に言いましたよね。そこでね、マウント取られてももうしょうがないんだよね。はい。もう了解って言うしかないんで、はい、知らないものは知らないんで、はい。ユニフォームが、決まってるらしくて、それでなんか、ロッカービジョンっていうサイトがあるんですよ。そこのサイトでですね、すべての、ちょっと見た方が早いですね。いろいろあるじゃないですか。ホームアウェイだけじゃないんで、ユニフォームはね、シティエディションとかさ、なんかクラシックのユニフォームで着るじゃん。あれがもうすべて実は決められ、多分ね、違うのかな、もしかしたら。多分そうだと思う。全て実は決められてるんですよ。はい。ってことでちょっとね、それをね、今日はね、紹介したいと思います。すごいちょっとマニアックで、私結構ユニフォーム好きなんで、はい、その試合のユニフォームとかをこう見るの、あ、このユニフォームなんだとかね、結構見るの好きなんで、はい、じゃあちょっと早速ちょっと見てみましょう。はい、これですね、ロッカービジョンっていうサイトなんですけど、その日の試合のユニフォームが分かるんですよ。今シーズンの両チームのユニフォーム、その試合で着るユニフォームが、もうこれ分かるんですよね、このサイトで。はい。この組み合わせが全部見れるそうです。あと、このサイトめちゃめちゃ重いんだよね。でもこれって公式なのかな？あ、そう、こうやってね。はいはいはい。これ今見れます？その日の、ピストンズだ。この日はこれを着ますよっていうのが、決まってるんだよね、これ。なんかさ、当日に気分で決めるのかと思ってた、俺。それはないか。両チームね、このユニフォームでやりますよっていうのはね、こう見れるという、ウィザーズとラプターズもありますね。20日は、これですよと。はい。で、ウィザーズの方は、こうやって全部見れるの。キャップは何なんだ、これ。結構さ、2K とかでさ、リアルタイムに試合をしたいって時とかさ、結構こう、そうだ、こういうユニフォームの組み合わせ、かなりマニアックすぎるか。いや、結構俺ユニフォーム好きだから、ああ、こんなの着るのね、みたいなね。これ結構先まであんのかな？あるあるある。そう、だから、もうこれさ、決まってるんだね。俺知らなかったわ。ほんとその日になんかじゃんけんとか網戸くじとかで決めてるのかと思った。今日これ着ねえみたいな。かなり先まであるってことだよね。あ、でもここら辺、シティエディションがまだ発表されてないのかな？ユニフォームが。だから、まだカミングスーンになってるのかな？これ意外と知らない。これ常識なのかな？いや、そんなの当たり前、誰でも知ってるよみたいなのかな？あ、ウォーリアーズクラシックエディションの時とかね。へぇ。いや、俺知らなかったよ。勉強不足でした。すいませんでした。NBA かなり好きな人が多いからね。知ってるのかね、これね。っていう、なんか、たまたま見つけたんだけど、俺これ。クリスマスは、シティエディションになってるね。シティエディションがな、結構多いね。シティエディションのユニフォームってかっこいいよね。でもね、こうやってもう決まってるんだよ、すべて。7月1日も大変、試合数大変だよ。ウィザーズね、はい。こんな感じで、今季のね、試合のね、まあ、スケジュールも全然見れるし、ユニフォームも見れるんで、はい。ちょっとね、これは皆さん、結構いい暇つぶしになるんでね、NBA 好きな人は結構ね、面白いと思います。これ見てると。こう組み合わせが見れるっていう、しその試合のね。はい。こんな感じです。あと、重い。まあ、NBA ももうすぐ開幕か。あと少しだもんね。はい。楽しみですね。ってことで、ちょっとこれで終わりにしようか。こっちの画面からすいません。失礼します。ってことで、こういうサイトがあるよということでね。皆さん、このロッカービジョンっていうのかな。はい。検索してみてください。ミルウォーキー、ブルックリーとか言って、これさ、蓋開けたら全くユニフォーム違かったら、めちゃめちゃ面白いよね。面白くないわ。すいませんでした。